今日道内では187人の感染が確認され、このうち札幌市発表分は141人といずれも過去最多となりました。道は警戒ステージを3に引き上げ、今日から27日までの3週間、すすきの地区の店に対し、営業時間あるいは酒類の提供を午後10時までとするよう業態を分けて要請します。え、間もなく午後10時です。こちらのお店でも今日から自粛が始まりました。 ただ今のお時間で、えーと、時間短縮営業の後で、えー、と10時のラストオーダーになりますので了解しましたすすきの地区で対象となる店はおよそ4000店舗あり札幌市は遅くとも11日までに要請に応じた事業者に20万円の協力支援金を支給することとしています